能登半島地震の被災地を支援しようと佐賀市でチャリティーイベントが開かれ、平均年齢63歳の女性グループがパフォーマンスを披露しました。この音楽会は音楽を通して地域を元気にしようと佐賀市兵庫町で定期的に開かれているもので、今回は会費の一部を能登半島地震の被災地に寄付するチャリティーイベントとして開催されました。イベントでは県内を中心に平均年齢63歳のメンバー4人で活動する昭和の乙女が歌に乗せて中高年のあるあるを披露し、会場を盛り上げていました。この思いが向こうの能登の人たちに伝わって元気になってくれたらいいなと。このほか昭和の乙女は被災地に思いを寄せてもらおうと日常の幸せを描いた詩を朗読していました。